GR ヤリス、GR を展開する、ガズ・レーシング・カンパニーが開発した車種で、本ブランドの専売車種としては、2019年に発売された GR スープラに続く2代目の車種である、前述の GR スープラと、2012年に発売された86は同様他社、BMW、スバルとの共同開発によって誕生した車種であったが、本車種は同社が独自に開発したものである。また 4WD の市販スポーツ車としては、生産を終了した ST205 型セリカ GT4 以来となった。2020年に発売されたコンパクトカーの4代目、ヤリスと社名は同じだが、一部のメカニズムを除いては、別の車種として設計されている。シーズンを最後に、FIA 世界ラリー選手権、WRC、より撤退したが、2017年から再び参戦している。その際に用いられたベース車両は、3代目、ヤリス、日本名、ビッツ、であったが、当車種の開発段階では、競技車両への転換を想定していない、設計だったこともあり、競合相手の車両に比べて不利となる部分、全長を伸ばしにくい、サスペンションの構造や高めの前高などが多く、さらなる戦闘力の向上を図るには、競技での使用を前提とした専用車種の開発が必須となった。そこでホモロゲーションモデルとして、本車種の開発がスタートし、グループ A の公認取得条件となる2万5000台の生産を、目標に掲げた現在の WRC 注釈は当然ながら、ローカルラリー等でも勝てることを目指した。2009年、平成21年に発売されたスーパーカー、レクサス LFA 専用の生産設備であった。LFA 工房を基礎として、本車種の生産から稼働する GR ファクトリーと呼ばれるスポーツカーなどの商業生産に対応したベルトコンベアを用いないセル生産方式の生産設備を愛知県の元町工場に導入した。開発はドライバーから現場で開発しドライバーのフィードバックを受けてその場で改善しすぐにコース上に送り返すというモータースポーツのテストと同じ手法が採用されている。開発ドライバーは関浦博明と大島和也がメインで、WRC ドライバーの、オエット、タナク、ヤリ、マケ、ラトバラ、クリス、ミーク、全日本ラリー王者の勝田半彦らも、テストを行った。トヨタには成瀬博を外する、市販車のテストドライバーたちが、多数いるが、レーシングドライバーがメインの、開発ドライバーとなるのは同社では、珍しい事例である。2022年、1月14日、東京オートサロンにて、GRMN ヤリスが発表されました。